新たに感染が判明したのは、0歳から90歳以上までの269人で、今月に入って最も多くなっています。新たなクラスターは1件です。旗館内の障害者施設で、入所者と職員、合わせて38人が感染しています。四国の感染者は愛媛が728人、香川が597人、 徳島は238人と大幅に増えています。